おはようございます。ね、50歳になって100万円すら稼げない。まあこれね、言葉にするのは本当にはばかられるんですけども、まあでもね、まあそうですよね。50歳とは言わないけども、30とかね、40になって自分の力で100万円稼げないってどういうことなんだろうなと思っちゃいますよ、やっぱり。何やってきたんだろうなとかね。それがどっかに勤めていてお給料20万30万もらうことに慣れちゃうとね、それは何をやったらいくらって決まってるから簡単ですよね。だからそれは稼いだうちに入らないかなと思うんですけども、やっぱり自分で商品作ってね、自分でお客さん集めてその人にセールスをしていくっていうのは、まあ、そんな難しいことではないなと思うんですよね。まあ、と言いながらね、まあ、私も30代の頃は一回も黒字にならなかったわけですけども、まあでもね、あの網戸はすごかったですね。30になってすぐだったんですけども、田舎に行って、でいきなり家にね、こんにちはって言って、そこで商売持ちかけて、で2万3万稼いでくるわけですから、あれで月収100万は悪くないなと思いましたしね。そもそもそのまだ大学生の頃にハワイ行って一周って、なんかね、1万2万稼いで、これでなんかね、豪遊してたみたいなことがありましたけども、ちょっと振り返ってみると、その年齢に関わらず稼ぐネタっていっぱいあるし、誰が何を欲しがってるかなっていうことに敏感にね、こう思いを寄せていると、さすがに稼げるだろうと、そもそも金を稼ぐなんて教わらなくてもできるんじゃないかなとさえ思っちゃうんですよね。うん、まああの、まあ、石器時代だってね、別に誰かに頼まれたわけじゃなくて、お金は稼がないけども食べ物をみんなで取ってくるわけですからね。それで家族を養って、その末裔が我々ですから。うん、そうですね。でもまあ稼げてない人に言うのはちょっと気の毒ですよね。気の毒だけども、現実として年齢に応じた商売ができるっていうのはまあ必須なんだろうなと思うんですね。まあ、人に仕事をもらってそれで収入になっていくっていう形が文明社会、今現代社会にはありますからね。だから勘違いする人も多いのかもしれないですけども、もうさすがに50年生きてきて100万すら稼げないっていうのは大いに反省しないといけないかなということがあります。実はね、まあ、ヒロトっていうやつがいるんですけどね、もう名前出しちゃいますけども、某ヒロト、ね、ヒロトってやつがね、こういうこと言うんですよ。あの、まあ、ネットビジネスで20代で2億円稼ぐことは簡単だよと。逆に言うと、まあ、40歳ぐらいになってね、ネットビジネス始めて今まで何やってたんですかみたいな逆になんで稼げないんですかとか、どうやってもお金稼げるのにわざわざ稼げないものを選んでやってきたとしか思えないとかね、言ってましたね。うん、すごいですね、そういうのもね。いやでも今なら思うんですけども、あの、なんですかね、もう10代の頃からインターネットがある人たちは20代ではなんか雇われたりとか仕事をもらうみたいな考え方が最初からない方が健全なんじゃないかなと思いますね。うん、そんなね、人に雇われて自分の望まないような納期を与えられたりとかね、自分で望まないような作品のクオリティを求められたりとか、自分で望まない人に販売するみたいなことはね、もう完全に意にそぐわないことじゃないですか。うん、まあ、だからなんかね、マトリックス19はまさにそうじゃないかなと思いますけども、とても人には言いませんね。気の毒なんでね。うん、だってこう、なんていうんですかね、それもね、あの、受験に失敗した人に勉強足んなかったんじゃないのっていう風な気の毒さじゃなくって、あの、もっとちょっとこう、なんか気の毒なような気がしますね。まあでも、あの、ビジネスを学びに来てる人にはその言葉を浴びせないと、ちょっとね、あの、ガーンと衝撃を与えられないかなと思いますけどね。やっぱりこう、ショックを与えないと人は変わっていかないんで、あの、感情をね、揺さぶっていかないといけないと。時には感情でダメだったら身体的なもうショックを与えていかないといけないんで、なんかね、こうドーンと、まあ、なんかね、こう衝撃を与えたりとかね、まあ、暴力になっちゃいますけども、それとかなんか食事を与えないとかね、ネグレクトみたいなことになるとさすがにやばいなと感じる人はいるけども、まあ、それでもね、潰れていく人もいますんでね、まあ、忍ともかんともでございます。まあ、けど、
結局、まあ、吉田さんが前の会社でねひどい目にあったから雑草のようにムクムクと起き上がってきたっていうところが今は見えるんで、まあ、まさにね非常の情っていう言葉がね経営者には教育されるんですけども、情けをかけないのが一番の情けなんだよと、いちいち手を貸したりとか、あ多分こいつこうなったら困るだろうから先にこう手を打っとこうかなっていうふうにやっちゃうと誰も育てなくなっちゃうというね。しかもその転ばぬ先の杖をこっそりやっておくことがやられた方にとってみたら自分の力でそうなっちゃったっていうふうに過信するそうなんですよ、うん、だから先人の谷に突き落とすみたいなことがありますけども、まあ、そこまでしなくてもこけたものはね見ておけっていうらしいですよ。こけたまんまどうやってそれをしのぐのか見ておいてあげるっていうのがね一番の情なんじゃないかなというふうに教わったことがありますけどね。まあさまざまですね。ちなみに今日の FX は起きてみると大損でございました。ざまあみろと、たまには損しとけというふうにね自分で自分に叱咤激励でございます。それでは行ってらっしゃい。